あれ？サキちゃん。え？なんで戻ってきたの？チャプター24。サキ。なんで？行かなくていいの？うん。本当は行かないといけないんだけど。なんか、ハルトの顔が、その、もしかして疲れて見えた？ううん、違うの。ハルトが、何？ん？すごくバカっぽい顔してたから。え？何？何それ？いや、ほんと、絵だよ。え、唐突に何を言うの、さきちゃん。え、あははとか言ってるし。いや、そんな顔してないよ。そうかな、あはは。さき。あ、ごめん。冗談のつもりだったんだけど。え、あ、いや、別に怒ったんじゃないよ。ただ、さきが元気でよかったなと思って。どういう意味？いいの、こっちの話。はは。いや、いろいろ知ってると切ないね、これね。ん？まあいいや、へへ。はは。ふう。ところで、ハルト、ずっと何してたの？ああ、うん。7年前、今の両親に引き取られたんだけど、その、実は昔のことずっと忘れちゃっててさ、記憶喪失みたいな。記憶喪失？そう。でも、葵との古い色での約束だけ覚えてて、それで春休み、こうやって帰ってきたんだ。そうなんだ。うん。あ、でもね、この病院に来てからいろいろ思い出したよ。サキのことも、リクのことも、カケルも、ホノカも。あと、アオイのことも。だから、アオイのことも、こっちに来てから知ったんだ。そっか。それで悲しそうな顔してたんだ。え？そうだよね。私にとっては7年前のことでも、ハルトにとっては、悲しいよね。そういえばさ、どんな約束だったの？葵、嬉しそうに言ってたんだよ。約束、叶えてあげたんでしょ？ああ、それは、それはさ、うん。もう一度、葵と、ん？はは、あの場所で、葵と、お、なんだ？ハルト、ごめんね。思い出させちゃったよね。え、どうしたの？さっき。どうしたの？って、ハルト。泣いてるよ？ああ、泣いてる？あれ？ほんとだ。ハルト。あれ？でも、おかしいな。もっと前に知ってたのに。はは。そっか。葵は、もういないのか。葵と、約束、したんだけどな。そっか。もう、会えないのか。葵、
会いたいよ。葵。うわぁ、切ないね。なにこれ。切な。やば。うわぁ。また泣いてしまうよ、これは。落ち着いた？うん、ありがとう。へへ、めっちゃ泣いてたね。そうだね。えへへ、大丈夫だよ。私も7年前はハルトの10倍くらい泣いてたから。はは、そっか。うん、でもなんかすっきりした。よかった。じゃあ私はそろそろ。あ、さっき一ついいかな。ん？もしもまた友達がいなくなっちゃったら、やっぱり耐えられないくらい悲しい？うん、死ぬほど悲しい。死ぬほど。そうだよね。ごめん。でも、きっといいこともあるって思えば耐えられるかな。いいこと？うん。悲しいことがあってもね、その分嬉しいこともあるんだよ。そうかな。そういえば私も一つ聞きたいことがあるんだ。ハルトね、病気治ったの？あ、うん、手術して良くなったんだ。へへ、ほら、一ついいことがあった。ね？じゃあさ、友達がいなくなっちゃった後、その病気を治す方法が後から見つかったら、それは嬉しいこと？もちろん。病気で悲しむ人が減るんでしょ？すごく嬉しいことだよ。ハルトは違うの？え、僕は。あ、じゃあ本当にもう行くね。怒られちゃうや、へへ。明日の約束も忘れちゃダメだからね。いや、ハルト君からしたらいろいろ複雑だよね。違うのか。僕は。これサキちゃんはあれなのか、手術の詳しい内容とかは知らない感じなのか。葵ちゃんのことをね。そうだ、家に帰って日記を読まないと。いやー、ハルトくん、いろいろ複雑だし、切ないし、もうそりゃ涙も出るよね。もういろいろぐちゃぐちゃになるもん。ふぅ。お、日記？これ。これが院長の日記？表紙には変な絵と名前か。変な絵って何？すごく気になるんだけど。でも、この名前って女の子の。まあいいや、読んでみよう。変な絵、変な絵が気になるんだけど。あれ？あ、また新しい子？はい、じゃあ午後に先生が来るから待っててね。はーい。ふふふ。よーし、こっそり空き部屋に行こう。あ、これ動かせるのね。え、この子は、誰だ？またここに来て新しい子が。登場人物多いね。誰？この子は。なんか2箇所行けるけど、空き部屋に行こう。ここでいいのかな？空き部屋？お、急に人が。うわ。あれ？あれ？これ？
びっくりした。誰？こっちだってびっくりしたよ。お前こそ誰だ？あ、そっか。てかなんか見覚えあるような気がするんだけど。この子。私は、二瀬カンナ。あなたは？二瀬、カンナちゃんっていうのね。二瀬カンナ？なんでここにいるんだよ。ここに編み物隠してるんだ。看護師さん、びっくりさせるの。って、名前教えてよ。俺は、菊水綾人。お前も入院してんの。あれ、菊水、これ院長？綾人っていう名前？髪の色一緒だけど。うん、この前、ここの病院に来たんだよ。そっか、菊水くんか。ねえ、何歳？お前こそ、いくつだよ。私は9歳だよ。じゃあ同じだな。菊水くんも9歳なんだ。でも、同い年とか関係ないからな。ここは俺の場所なんだから、もう来るなよ。あれ？カンナちゃん。って、おい、聞いてんのか。もうずんずん入ってくれ、カンナちゃんね。へへ、これ、プレゼントの編み物、よくできてるでしょ？へえ、そうなんだ。って、そんなこと聞いてないよ。これ、菊水、あれ、院長の子供の頃？はぁ、なぁ、なんでいるんだよ。昨日、もう来るなって言っただろ。あ、これ次の日なの？だって、ここじゃないとバレちゃうよ。バレるって、その、作ってるやつ？そうだよ。何作ってんの？犬だよ。なんで作ってんの？看護師さんにあげるためだよ。なんであげんの？びっくりさせるためだよ。なんでびっくりさせんの？なにこれ？菊水くん、さっきから聞いてばっかり。あはは。なんだよ、悪いかよ。悪くないよ。ねえ、私も聞いていい？なんだよ。菊水くんはお友達いる？は？私は同じ年のお友達いないんだ。俺もいないかな。じゃあ友達になってよ。まあ別にいいけど。やった。じゃあ友達だからこの部屋使ってもいいよね。あ、うまくはめられたね。ダメ、やっぱ友達はなし。おお、うまく手のひらで。おーい。あ、あやとくん。部屋に来てくれるなんて初めてだよ。どうしたの？お、名前呼びになってるね。なんだよ。来ちゃダメなのかよ。違うよ。ただびっくりしただけだ。ん？びっくりしただけだけ。あれ、びっくりしただけだよ。でいいんだよね。なあ、糸のやつってまだ作ってんの？編み物のこと？そう、それ。今はね、男の子にあげるやつ作ってるよ。男の子？誰？あれ？あやとくんじゃなくて、忘れちゃった。あはは。ところでさ、糸足りてる？ギリギリ大丈夫。あのさ、俺、糸もらえるから、あげよっか？え？くれるの？嬉しい。嬉しい？嬉しい。へへ、よし、じゃあその糸でもっとでかいやつ作ろうぜ。ライオンとかさ。ライオンは難しいよ。じゃあ、竜。もっ
っと難しいでしょほらもっと難しいよなん、ああでもさすが男の子だね。なんかかっこいいものがいいんだろうね。ねえあやとくん、なんで隠れるの隠れてんのこれあいつらがすぐ探しに来るからだよ。あいつら、あいつらって看護師さんたち？そうだよ。でも心配してくれてるんでしょ？あやとくんの病気は目が離せないって言ってたよ。ん？病気？え？これ院長だとして院長病気だったの？ふん、あいつら俺が院長の子供だから特別扱いしてるだけなの。院長の子供？あれ？え、あやとくんのお父さんって院長さんなの？すごいよ、会ったことはないけど。俺もほとんど会わないよ。そうだ、じゃあ看護師さんたちをびっくりさせようよ。びっくり？そうだな、いいかも。日頃の恨みを晴らしてやる。違うよ、そういうびっくりじゃなくて喜ぶびっくりだよ。は？なんで喜ばせるんだよ、意味不明じゃん。それはね、へへ、わかんない。でもほら、誰かが喜んでくれたら嬉しい気持ちになるよね。ならないよなんかこのカンナちゃん、ちょっと葵ちゃんに似てんのかな。ねえあんやとあれ、遊びに来たよ。あ、うん、うわ、すごい不機嫌。別に、今日も安静なの？そう、一歩も外に出ちゃダメだってよ。そっか、はあ、ふふふ、ん？じゃーん、そんなあやとのためにミニギターを作ってきました。おお、すごいギターけど、それ音鳴るの？ちゃんと鳴るよ。あやと、雪だよ。え、わわ、元気ないね。雪触れないし、今日も安静なんだ。もう半年くらいずっとだね。あ、そんな悪いんだ。多分一生だよ。はあ、ふふふ、ん？じゃーんそんなあやとのために雪だるまを作ってきましたおお、ってどこ？あ、外だよ、外。ほら、窓から見える、あそこ。おお、すごい。ごめん、本当は作ってるの見えてた。先に行ってよ。いいね、なんかいいね、この二人とか。え、どういう関係？仲良くなってるじゃん。あ、逆になってる？カンナ。はい。うわ、大丈夫？うん、風邪。そうなんだ。普段はすごい元気なのにな。そうだよ。来週は12歳の誕生日なのに。あ、そんなにもう年数経ったの？あ、そうなんだ。それまでには治るだろう。あ、日記帳、ここに置くな。ちゃんと書いた？まあまあ。まあまあか。今読んでいい？あ、ああ。へへ。え、交換日記やってんの？え、すごい仲良くなってるじゃん。全然書いてないよ。え、そうなの？何？あやとに質問。何？13歳の誕生日プレゼント、何が欲しいですか？え？プレゼント？う
ん、もうびっくりさせるの思いつかないから直接聞こうと思って。別に何でもいいけど。っていうか大変ならいらないよ。じゃあ逆にあやとのいらないものって何？サッカーボールとか？ほら病気、心臓のせいで激しい運動できないし。そっか。よし、じゃあサッカーボールをプレゼントしよう。嫌がらせかよ。天の弱だね。何？カンナちゃん面白いね。あ、またあやとくん寝てる。これ、あやとに14歳おめでとうの誕生日プレゼントです。あ、なにこれ？ 14 歳？え、誕生日まだだけど。それに、これ俺らの日記帳じゃない？うん、だから日記帳にプレゼント候補を書いてみたんだよ。そっか、ありがとう。で、ん？これはね、全部メッセージボードで、私からあやとへの言葉が書いてあるんだよ。どのメッセージがいいかなと思って。そうなんだ。これはなんて書いてるの？誕生日おめでとうだよ。これは？毎日楽しく頑張ろうだね。こっちは？いつもありがとうかな？全然読めないよ。え、そうなの？何なのこれ？え？あれ？ん？あれ先生？うわ、え？どうした？急に？え、なんか急にちょっと重い空気になってるよ。カンナ、あ、あやと、あれ？なんか元気ないな。もうすぐ15の誕生日なのに。うん。どんどん年が進んでいくね。なんかあったの？それが病気ひどくなったみたいで。え？まあ、今までがむしろ元気すぎたんだよ。大丈夫大丈夫。カンナならきっとすぐ良くなるよ。カンナ？先生たちは病名しか教えてくれなかったけど、私のお母さんと同じ治らない病気だよ。なんてね。って冗談かよ。いやー、冗談じゃないんじゃないの？うわぁ、何これ、気まずい空気流れてるじゃん。え、なんで黙ってるの？あやと、ごめん。カンナ？ん？え？多分、私、助からない。うわ、また急に終わる。うっそ。チャプター24、二人の影、エンド。いや、っていうかさ、急にさ、急に新しい登場人物の話になって、え？ほんと急に終わるのね。あれは院長でいいのかな？もう、